皆さんこんにちは。今回はピクミン4についてです。まず、ピクミンというゲームは、任天堂がゲームキューブで最初に発表したピクミンは、2001年に遡り、RTS 要素の持った惑星探索ゲームになっていて、当時はゲーム的なアレンジとそして、そのユニークな設定、キャラクターにファンが多くできました。しかし、宮本氏のゲームバランス調整によって、カジュアルな感じに移っていたのとは裏腹に、後半の難易度はなかなかなもので、ライトゲーマーにはきついものになっていました。ピクミンの愛の歌も流行しましたね。その後、続編として同じくゲームキューブで2が出て、今度は時間制限がなくなり、好きなだけ惑星探査ができるようになり、地下の探索エリアも追加されたりとアップグレードしたものになっていました。世間的にはこの2が一番人気が高いですね。そして、Wii で3が作られていたんですが、Wii で GC の移植版の1と2が出た後に登場予定だったものの、その頃にはすでに Wii U が動いており、ローンチ作品にしようと移行します。しかし、HD 機での開発がかなり難航して、そして、Wii U のゲームパッドに対応するのも時間がかかり、大幅に遅れてのリリースとなります。ゲームプレイ時間はシリーズで一番短い部類の20時間程度でクリア可能になっていて、また先ほどの指摘通りゲームパッドの直感的操作が盛り込まれて、Wii のリモコンとはまた違った操作性になっています。これは今までプレイしてきた人には賛否があったらしく、その辺は好みがありそうですね。その後、3DS でピクミンがリリース、2D スタイルになったものの、ゲームはしっかりとピクミンで、いい作品に仕上げていましたが、3DS も終盤に近い時期とあって、売れ行きが伸び悩みました。ピクミンも据え置き機でずっと出ていたので、知名度を考えると、GBA、DS とスルーされてきた経緯もあって、携帯機で主に遊んでいる低年齢層にはあまり響かなかったのかもしれませんね。そんな中で宮本氏はかねてから最新作を制作中と公言していて、それは直接的な続編となる4を示唆しており、そして、一時はかなり制作が進んでいるという発言も飛び出しており、意外と発売は早いのではと感じた人も多かったんですが、任天堂スイッチが出て3年目に入っても一向にその姿を表しません。噂では3を最初に移植した後、4を投入するという説も浮上しており、その辺はどう考えているかと言えそうです。完全に Wii U、ゲームパッドと一体化したゲーム性を実現していただけに、移植するとなるとかなり大胆なアレンジが必要になり、その辺がネックと言えそうです。4はスイッチに合わせて作られているでしょうから、それが4年目のスイッチに出るのかというところですね。ピクミンは今まで爆発的なヒットを飛ばした超人気シリーズというより、スマッシュヒットをして人気が定着してきた作品なので、あったら嬉しいよね的なポジションですね。優先順位を考えると意外と低いのかもしれないですが、世界的に見て人気のある作品なので、4が仮に出た場合、どんな支持を受けるのか楽しみな作品ですね。E3 2020では、多分ゲーム画面などの第一報が出るかどうかというところであって、初プレイアブルデモプレイも見られるかもしれないですね。今回はこれで終わります。正式な発表に期待したいですね。チャンネル登録よろしく。